はい、温泉卵作り機をもらいました。これね、すごいちゃんとできましたよちょっと柔らかくなっちゃったな。もうちょっと強い温度じゃないとダメだね、昔あの木の持ってましたけどね、あんまり使う意味なかったですよね。これもやっぱ素材から食事をするっていうことでは生卵なんか最高だよねそれで、今日はこれから何をするかというと、鶏のこれは唐揚げね。ならこれはこれまたちょっと軽く揚げちゃいましょう。それであとレンコンがあるからレンコンのフライも作ろうかね。やっぱようわけわからんですね。お昼、朝はこのね味噌汁作りましたけど、もうなくなるよ。すげえろ。でおじいちゃんが来て食べて、娘が食ってって、パヤッパーでしたね。でこれは朝作ったやつですね。この肉とかレバーしぐれにね。それでこれはあのカレーに似たやつね。ちょっと生がいて、これが生臭い匂いするんだね。ちょっとね、生がいたりもしてますけどね。はい、パヤッパーね。こちら側はこれでしょ。とにかく素材からどうやって、生命を受け継ぐかっていうのが重要なことになるわけですよね。食事を作るときはいつもそれを考えなきゃいけないですね。そう考えると大変やな。ここにもベーコンお客さんありました注文するやこれさ、ドローギーじゃねえな。はい、3食もね、こう食事から作るっていうのはもとなく正解なんだけど、それをどういうふうなエビデンスで表現するかっていうのがね、難しいところだよね。今の社会っていうのはややこしい話ばっかりで、これね、肉切りましたから、肉切ったまな板がありますからね、この肉を切っちゃいましょう。これね、肉を切ろう。レンコンもレンコンレンコン肉詰めでもしようかね。レンコンのね、肉詰めはね、難しいんだよね。レンコンかき揚げにしようか。今日は珍しく。レンコンかき揚げね。おぉ、変わってますの、まさやさん。なんか唐突に切り始めましたよね。レンコンちょっと多いから、かき揚げにしてみようかね。レンコンはね、大きいままね、肉詰めなんかにしてもね、結構ややこしい作るプロセスがね。でもかき揚げだと粉と泥の中入れてやって揚げるだけなんで、比較的簡単ですよね。だって素材からね、料理を作るのは性別関係なしできなきゃダメだからね。そうしないと今の社会大変だからね。こうタツタツに切ってかき揚げにしちゃいましょう。そう、粉振ってちょっと濃いめのかき唐揚げ粉でこうあえて、そのままドズンっていっちゃう。ちょっとアク出した方がいいね。ちょっと今日これは初めてかね。青っぽいものとかも入れたいけどね。まあ色、鶏の唐揚げだね。あとはね、鶏唐揚げ鶏の唐揚げね。にんにくポッポーにするか。
ちょっと今うちの奥さんが風邪なんで、ニンニク食えば治るってもんじゃないけどさ、少なくともあれだよね、ニンニク肉肉はいいよね。ニンニク肉肉、ニンニク肉肉、ポポー。どうしようか、プレスしようか、それもいいかもしれないね。ちょっとこの肉はね、結構このぐらいでつけていいと思いますよ。温度を高めにするか弱めにするかだよね。ちょっと弱めでもいいような気がする、ね、今日みたいな日は。日によって変わるんですか、マサヤさん。こないだ失敗したって言いなさいよ。こないだ失敗した。これいいか。あんたら私の言うこと聞かないからですよ。なんか AI にそんなこと言われたら嫌だよね。なんか失敗したって、マサヤさん、あなたは失敗しますよみたいな。なんかこう、わざと AI の言うことじゃないことをやった後でさ、 AI がさ、あなたきっと私が言ったらやらないと思ったから違うことわざと言いました。あるよな、そういうのな。わざと違うこと言ったんです。あなたは私の言うこと聞かないと思ったら私違うこと言いました。結果的には得になりましたでしょね、私からは逃げられないんですよって。おい、やだよそんな AI、ちょっとどっか行け。確率予想何パーセント、何パーセント。バカ野郎。いいんだよ、食事は AI には口出せないよね。なんで松田さんそんな変なもの食べるんですか。それは俺のマイクロバイオームが食えっつってんのね。マイクロバイオーム、マイクロバイオーム、俺の体を司るのはマイクロバイオーム。マイクロバイオームの音楽。いや、プレスにし、あ、この間もプレスにしてあんま意味なかったんだっけ。まあいいよ。これさ、あげちゃうとさ、もうあんまり意味なくなっちゃうんだよね。もう今度、ベーコンやるときも、ニンニクプレスして、あんまり、塩抜きしないで、塩抜きなしでやってみようかなって今思ってんだけどね。難しいよね。難しいんですよ、ベーコンは。ベーコンはっていうか、ベーコンというか、もうこういうものはね、なかなかこういう手間はかけないよね。だから僕も、うちのベーコンも、ひらがなのベーコンも、やってたけど、もう、加工されたニンニク使ったりしたから、やっぱり、これで大さじ何杯とか作る手間が大変だからね。でもまあ、今後はこうやって、ニンニクでね、プレスでね、こうやって、作っていくのも、ちょっと皮がね、いいのかなっていうね。塩とニンニクのね、こうやってですね。塩とニンニクをたっぷりとこう漬け込んであげましょう。これは粉をよくつけてあげて、それで揚げていきますかね。まずは、はい、じゃあ温度を入れます。180度でいっていいかね、ちょっと考えちゃうね。いいだろうね。この鶏肉にニンニク醤油になりましたね。ニンニク醤油補充、あれも入れようか。あ、いけねえ、しょうがねえから。まだあったね、しょうがね、まだしょうがありますね。しそとかで巻いてやってもうめえかなと思
なんかな、生姜を。なんか伝説の唐揚げ粉とかあるよね。自分で作れんよ。今日はね、あなた伝説の唐揚げ粉なんですってよ。どっちにしてもそれはもう炭水化物どっさりなの。だから少ない量の鶏の唐揚げで味が OK になっちゃうね。これで漬け込んだやつってね、ほとんどそのニンニクとか生姜の味が残らないんだよね。不思議、これは。2段分けて漬けてやろうか。で、これだね。ええ感じやね。水をね、取っといてやって。これは小麦粉と卵で衣にして揚げてあげましょう。こっち先しようか。温度低くても良さそうかな。160でいくか。よっしゃ、そうしよう。ちょっとやってみよう、160で。レンコンなんて何の得があるのって思うかもしれないけど、ちゃんと意味があるからね、食べ物にはね。みんな美味しいって食べ物は、その美味しいっていう理由があるから。ただその理由は僕らの目には見えない。あまりに複雑なあの代謝傾向の中で作られるから僕らの目には見えないんだよ。本当に大切なものは目に見えないところにあるんだって、あのちんこい子供言ってたろ。そういうことじゃよ、そういうことじゃよ。やっぱそれこれちょっと塩味が入らないとダメなんでね、塩味を入れて。レンコン先行きますか。やっぱレンコンのかき揚げを先に作りましょうや。おう、よーく衣をつけまして、おう、よくよく衣をつけまして、お、ピピ出ます。ここに卵を入れまして、ソフリットみたいだね、まるでね。ちょっとこんな風な展開をするとは思いもよりませんでした。あ、1個落ちた。はい。マジで動かないんですよ、やっぱね。OK だね。あ、いい感じになってきたね。で、ここに、まあ、粉を入れてやって。じゃあ参りますか。あれ、お玉なくなった。あったあった。ここにね、あの唐揚げ用のお玉があります。開けたお玉ね、これね。かき揚げ用ね、かき揚げ用、かき揚げ用お玉、かき揚げ用お玉ね、こうやって
はい、一つ。ね、三つこの世の鬼退治ポワ、あれそれ早乙女もんどのすけでしょ、ポワはね、三つこの鬼退治は桃太郎侍でしょ。ちょっと混乱してますよ、松谷さん。いいんだよ、アレックスに言われるともうやだね。お前に言われるともう何にも人間としての尊厳が否定された感じするよね。分かった、ダメだよお前。そうですよ、そうですよ、マセさんはその通りですよ。シリーお前もダメ。楽しい。一人愛ごっこって楽しいよね。独り言じゃない。俺頭の中で電脳が働いてるからさ。ほらうまそうだ。ほらうまそうだ。レンコンのかき揚げです。ソフリット系ね。あ、これでそば食ってな。どうしたらいい？食えばいいでしょ。松井さん、本当に好きですよ。これちょっとこっちに入れてやろうか、少しね。そうすると卵系が入って、とろみがつきますよね。やっぱかき揚げでいった方がいいかな。小麦粉でいこうか、今日は。ただ温度高くないとダメですよね、小麦粉でいくとね。うわ、すごい。ニンニクの香りが素晴らしい。高い温度で一気にドンといってやろうぜ。うん、よし、じゃあこれで高い温度にするぞ。高い温度にして一気にいけばいいですね、マサさん、うん、やってみろ。今25,000件の家でやられてますけど全部失敗ですよ。AI って嫌なやつ。それ過去のさ失敗をさ、いつもだブドブド言ってたってしょうがないんだからさ。でも同じ失敗しますよ。AI っていいよな、人が頑張ってるのを見て失敗したって言ってさ、失敗例ですねこれはっていうだけで済むんだからよ。こっちとは人生かかってんだからよ。お前なんか失敗だなんて言われることねえよ。あれ、この間の夫婦喧嘩みたい。やっぱ。はい、じゃあもうこの辺で。仲いいですから、僕らね。はい。もうちょっとかな、もうちょい待ってやろうか。もうちょいでカラッといくような気がするな。結構ね、中にまで温度入っていかないとダメよね。見るでしょうか。いいか、これでちょっと上げて、もうこれでいいことでしょ。ジュージューって音しなくなったわね。はい、じゃあ90度まで上がっていく過程でね、ちょっとこれをやっつけちゃいましょう。シューマイをね、ちょっと熱入れて、加熱直線がグググッと上がっちゃう。グググググ、加熱直線が上がっております。ちょっとこれどんなだか食ってみようか。一つぐらいな、これ一つね。うん、うまい。
100点。おい、簡単に100点出すなよ。じゃあ出てん。お前らごとき AI に人間の心が分かってたまるか。うん、分かんねえけどいいんだよ。なんで AI に人間の心を分からせようとするの。そもそも、そもそも人間同士だってさ、他人の心なんか分かんねえんだからさ、それを AI にさ分かれっていう方が無理だよね。いいこと言うろ。ミスタードーナツ。おい、やめろ。ドーナツさんが食ってると死ぬぞ。あ、行っちゃった。わっさ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 と唐揚げでござる。ピーピー言ったら唐揚げでござる。でそれまでに場所を開けなきゃいけないですからね。この網とね、この網と、あれ、あ、お皿、あ、ここだね。この網とからね、こっちだ。できるだけ生肉がこういう成果物はね、こうクロスしないようにして、大体こんなことやってるし、身も温度がちょうどよくなるね。やっぱこっちでやってもいいんだけどね、揚げ物ね。今ちょっとわざわざと散らかってるんだよ。やっぱ だってそんな容器なんて買ってくればすぐじゃない。本当に買ってくればすぐだよ。後片付けもいらないし、何もいらない。これなんかもう買ってきてできてるやつあげてるだけだからね。じゃあダメじゃない、マセさん。あんた口先だけね。口先男、口先男。口先女って言ったね、昔ね。ねえ、なんか本当になんかそういう感じに顔がなってる人かわいそうですよね。はい、もう190度になってるかな。一回切って、もうなってる感じしますね。ますか。はい、じゃあこのまま揚げますか。ね、うまそうじゃろ。あ、ニンニクのいい香りがする。お、これもしかしたらこれ幻の唐揚げ粉じゃないですか。ああ、さくらももこさん亡くなりましたね。おならプーだって言うと、なんかあれね、ちびまる子ちゃんもいるんですよね。なかなか楽しかったけどね。あんまり温度が高くなると、もうニンニクの風味が消えていくんで、ギリギリのところで揚げてやるんですね。でも内側から水蒸気が出てってる間は、風味がまだ保持されてますからね。それからどっかで止まるから、でこんな風に手間かけてはスーパーとかの唐揚げって作られてないから、物使う中身が違いますよ。だって持った時硬ければいいですからね。でこの衣の中にはものすごいたくさんのニンニクや生姜に入ってたマイクロバイオームの人たちが、よし、マサヤの体で生きるぞって生きるんだよ。食べ物って僕らの体の中入ってきた後で生きるんだからね。それを忘れちゃいけないよ。
生命っていうのは他の生命を体の中に受け入れていって共に生きていくものなんだよ。哲学かやっぱ。だからミイラみたいな食事、毒ウドみたいな食事ばっかしてたらダメよってことだよ。生命の M&A っていう言葉を僕は使ったけどね、 M&A って言葉嫌い。今度もう変える。生命の M&B、 チョコレートじゃない。いや、よく覚えてます。今日はニンニク生姜でね、これを入れたことは何度もあるんだけど、今日はちょっと高温で短時間っていうね、揚げ方の工夫をしてますから、やっぱもうちょいですね、もうちょいすると、ブロッコリーをね、これ蒸します。ほんといい音になってきましたね。この音の変化がね、大事だね。持った時に硬さが伝わるともう OK だね。もうどんどんジュージューって言ってるね。タンタンタタンタンタン、こっちの方が入れていってますから、多分この辺はもういいはずだね。まあどれでもこうやって揚げた後も加熱は続きますからね、できるだけジューシーに余熱がね、入れた方がいいよね。はい、それで最後ですね。もう最後の投入が終わると、ちょっと時間が空くんで、1回目と2回目の唐揚げの準備が今だったかな。ね、もうちょいこれを入れたいと思って、はい、じゃあその間にこれを、パヤッパしないとダメだね。パヤッパどこ、ここだ。それでね、ブロッコリー大体250円ぐらいですけどね、3回分ぐらい分かりますから、1回70円ぐらいね、これね。さあ、熱くなったらすぐに水に取るとブロッコリーピー、ブロッコリーピー、ほう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 。味見してみるべ。これね、うまそうじゃろ。
もう大丈夫だね。うん、もう今日はニンニクの風味が残ってる。うん、うまいうまい。このね、音はこんな感じの音になると、もう上がってるぐらいなんで、持ってみて大丈夫なんだったら揚げちゃうじゃないのよ。幻の唐揚げ粉だよ。はい、ということで唐揚げが終わったときに、ちょうどこっちも終わりましたね。これも中ではすぐ水に取らないと、まあ嬉しくないですね。はい、これも OK です。ということで、ここでこれでもう OK ですね。お昼ご飯、晩ご飯の用意もちょっと踏み込んでますかね。あと汁作れば晩ご飯も OK。ということで、皆さんも美味しい美味しい晩ご飯、じゃあお昼ご飯だ、作って食べるでございませんか。じゃあね、バイバイ。